こんにちは、ムカチャンネルです。今日はね、動画の撮影用の照明とかではなくて、コレクションとか、まあ私で言ったらソフビを映すための照明ボックスっていうんですかね、そちらの方を紹介していきたいと思います。背景をね、ちょっと綺麗に片付けて照明を当てて写真撮ったとしてもなかなかいいように撮れなくて、今回はこのアムズディールっていうメーカーの撮影ボックスをアマゾンの方で買ってみたので、早速開封して組み立てて何個かねソフビを撮影してみたいと思います。よくまあ雑誌とかに載っている商品とか、まあインスタとかに載っている商品、とても綺麗ですよね。あんなクオリティを私もちょっと目指してまして、やっぱり普通に撮るのとこれを使って撮るのとでは全然違うと思うんですよ。それでは早速開封と組み立てをしていきたいと思います。ムカチャンネル。まず本体ですね。本体と、背景ですね。黒、白、青、ベージュですね。で、付属品の方もたくさんついておりまして、取扱説明書があって、これは照明ボックスの中で LED ライトが光る電源ですね。で、これなんだろう、なんか白い布が入ってました。これはおそらく撮影ボックスの入り口のところに貼る正面ですね、ところにかけるなんか布だと思うんですよ。実際やってみないとね、ピンとこないんで組み立てます。あ、もうこの中に箱が入ってるというより、もうこれ自体が箱になってます。取説読んでなかったんで取説読みますね。実際ね、組み立てると簡単に正方形の箱になりました。で、このコンセントを、まあ一番上にコンセントがあるんですけど、コンセントつないでいきますね。お、なんかもう光りましたね。中はまだシルバーなんで、中に自分の好きな背景の色を入れていきます。電源切っときます。やっぱ白っすね。白、マジックテープがここについてるんで、まあこうなるんでしょうね。こう撮影ボックスパカーって上開くんですよ。そしたらここがねLED になってまして、でここにマジックテープでつけるところあるので、自分の好きな色の背景を貼ります。このマジックテープとこのマジックテープをまあ合わせると、こっちも同じように合わせて、こんな感じです。はい、で中はケースです。はい、で、蓋をこう閉めます。で、上からもねこう覗けるようにはなっております。頭上からのね撮影もできるみたいなんですよ。はい、それでは電源入れてみます。こっからの撮影もできますし、この窓からの撮影もできます。で、全体的にパカッて開けての撮影もできるみたいです。ではなんかね、撮影してみます。エレマックスを入れて実際に写真撮影してみたいと思います。はい、今ねエレマックス入ってます。カメラ近づけますよ。中はねこんな感じです。引くとこんな感じ。中がねすっごい明るいから周りがちょっと暗く見えますよね。それぐらい光量すごいっす。中のエレマックスはこんな感じです。
で天井がこのような LED がねたくさんついております。蓋を閉めるとこんな感じで、ここの窓がねちっちゃいのもあって、はい、こんな感じでもできますという感じです。では実際にね撮影の仕上がりちょっとしてみますね。はい、眩しいですがこのように撮影用のライトを今焚いております。でこの机の上にソフビを置いてどんなものかね撮影していきますよ。はい、初めの方にこの布って何に使うんだろうっていうあの白い布があったと思うんですけども、マニュアルを再度読み返すとどうやらここのね天井かぶせるみたいです。これによって真上に LED の光源があって、それを柔らかくって言ったらいいんですかね、反射を減らしてより綺麗に照らすことができるみたいですね。でこのマニュアルなんですけども結構ね日本語がおかしいんですよ。組み合わせの原理は周囲のベルクロの弾性と女性の表面に自動的に接着されます。え？どういうこと？とかね、背景の布と光源の柔らかい布を取り除きます。この時点で赤ちゃんのテントを集めることができます。何言ってんだか全然わかんない。はい、今回さらにこのターンテーブルも買いました。 Amazon で売ってた安いターンテーブルを買ったんですけども、これをこの中に入れてソフビを回しながら撮影してみたいと思います。きっといい仕上がりになると思うんですよね。はい、今回もエレマックスさんを入れてみたいと思います。あ、はいはい、僕ですか、わかりました。このように布を覆っていますので光量の反射防いでいい照明になっているようです。部屋で光量をたくさん当てて、まあ、撮影しても、まあ、それはそれは綺麗なんですけども、やっぱりこういった撮影ボックス専用を使って四方をね囲って白色の背景にして天井から LED ライトをたくさんこう焚くことによって、やっぱりプロっぽい仕上がり、見た目が全然違いますよね。ということでこれからどんどん写真を撮って、まあ、Twitter、インスタ等で綺麗なねソフビたちを紹介していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。で今回ちょっといい撮影ボックス買ったんですけども、今回私が購入したのも動画説明欄の方に記載しておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあねー。